こんにちは、ゆうかです。今回はですね、エビ取りにやっとねやってきました。いや、うちの近くはね、本当に4月の後半になってやっとねちょっとずつ出てくるっていう感じなんでね、そろそろねいるんじゃないかなと思いますね。探していきたいと思います。もうね、ツイッターの人はね見つけるの早すぎですよ。はい、まずは、前ねマムシがいたポイントにやってきました。前ねここに子持ちっぽいマムシがいたんですけど、ちょっとねまたいればいいなと思って探していきたいと思います。このね岩の隙間にいたんですけどね、いや、いかにもなんかいそうな感じですよね。ここのね岩の、こういうね岩の隙間で結構見つけてる人いますけど、なかなかいないですよね。今山かがしいましたね。今ちょっと上に山かがしがいて、下に降りてきて慌てて動画撮ったんですけど、いやー見失っちゃいましたね。いや、ていうか初ヘビはやっぱ山かがしでしたね。はい、ちょっと山の中はね何もいなかったので、あ、山かがしいましたね。ちょっと山のね下を探していきたいと思います。いや、ちょっとまだ水路がね水流れてなかったんで、ちょっとあんまりいなかったですね、ヘビが。まあこういう普通の茂みにね山かがしがいたりするんですけど、はい、いましたね。はい、こんな感じのチビカガシちゃんですね。いや、この子めちゃめちゃ動きますね。なかなか動画に映せないですね。はい、あの割と落ち着いてきてくれましたね。はい、チビカガシちゃんですね。いやー、初ヘビ山かがしかーって感じですね。やっぱりこの子でしたね。いやー、ちょっとね、なんか高千穂ヘビとか、なんかジムグリとかね、ヒバカリとかがいいかなと思ったんですけど、無理でしたね。まあでも結構ね、チビカガシなんで、ちょっと珍しいですね。まあ大体ね、中くらいのちょっと成長したやつがね、やっぱヘビって多いですけど、結構チビな山かがしなんで、そこそこまあ珍しいですかね。はい、ということでね、今年初のヘビをね、チビカガシちゃんでございました。はい、なんかそこそこね大きいのが跳ねたなと思ったらアマガエルちゃんでした。いや、出てきてますね、カエルも。あ、いましたね、でかっ。あ、なんかこっちの持ってきてくれましたね。はい、捕まえました。はい、いや、でかいですね。いや、なんか今見つけた瞬間こっちに登ってきてくれましたね。なんかめちゃめちゃ綺麗な顔立ちしてる子ですね、この子。前もね、こういうこうね別の場所で見つけたことありますけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。そしておとなしい、全く飛んでこないですね。あ、こっち来た、こっち。ほら、全然ほら飛んでこないですよ。カメラ向けると結構バシーンって飛んできたりするんですけど、めちゃくちゃおとなしいですね。ほら、なでなでしても全然大丈夫ですね。いやー、でかいですね。はい、ということでね、2匹目はね、デカめのシマちゃんでした。おとなしい。あ、いた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 、いましたね。はい、いましたね。いや、もうせっかくなんでね、ちょっと自然の中で観察していきたいと思います。いや、シマヘビらしいシマヘビですね。あの、飛んできそうですよね。でもすごい色綺麗ですね。まだ幼体の色がちょっと残ってる感じですね。小さめシマちゃんです。飛んでくるか。はい、来ましたね。いいですね、元気で。ほら来た。あ、いいですね、元気で。あ、上に登られちゃうと結構やばいですね。ちょっと捕まえますかね、そろそろ。はい、捕まえました。割とおとなしいですね。威嚇はしてますけどね。まあでも最初だけですからね、こんなバンバン飛んできたりね、威嚇したりするの。まあシマヘビ割とねすぐ慣れてくれますからね。はい、落ち着きました。いやー、やっぱ青大将と違ってね、やっぱ落ち着きやすいですね。シマヘビはもうすぐ落ち着いてくれる。なんで青大将がね一番おとなしいと言われてるのかが謎ですね。ちょっ
ょっとなでなでチャレンジやってみますか。まあシマヘビはね、唯一頭をなでなでしても大丈夫なヘビなんで、ちょっとやっていきたいと思います。はい、いけましたね。ヘビってね、頭嫌がるんですけど、シマヘビ意外といけるんですよね。可愛いですね。やっぱ一番やっぱ慣れやすいのはシマヘビですね。はい、ということで、シマちゃんでした。はい、綺麗なトンボがいました。めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、ということで今年初のヘビ探しは、まあ、5匹のヘビを見つけることができました。まあ、2匹のね、ヤマカガシ見つけたんですけど、ちょっと逃げられちゃいましたね。はい、ということで、まあ、やっぱうちの近くにはね、近くって言っても遠いんですけどやっぱあんま出ないですね。4月後半でようやくちょっとずつ出てくるかなっていう感じでした。はい、ということでね、またヘビ取り動画上げていくと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価してまた見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。